皆さんこんにちは、Bレジェンド富永です。皆さんこんにちは、Bレジェンド管理栄養士の布目です。本日は先日ね、布目さんが紹介していただいたこちら新作のジュニアプロテイン3種ですね、こちらの方を飲んでレビューしていきたいと思います。それでは早速作っていきたいと思います。じゃあ今まで、はい、あったチョコレートですね、すくすくチョコ風味からいきますか。はい、こちらも味リニューアルしてますので、さらに美味しくなっています。あれですよね、美味しくなっただけじゃなくて、なんかスペックも少し良くなってるんですね。はい、そうですそうです。よりカルシウムの吸収を高めるビタミン D 入ってたんですけれども、はい、今度は骨への、ね、沈着をサポートする、ビタミン K という、ビタミンも入れてます。なるほど。で、あれですよね、前 500g だったんですけど、はい、750g で 250g 大きくなってますよね。はい、そうです、ね。まあ、それに伴って値段も変わっているんですけれども、割高にはなってなくて、量に応じた値段で、そのまま値段も再設定させていただいております。なるほど。前回は20食やけど、今回は30食ってですね。はい、そうです。はい、で、ジュニアプロテインはですね、従来通りのこちらの、白い、20cc のスプーンで、すり切り2杯、飲んで、入れていただきます。はい、で、お水は、200ml に、入れます。はい、こんな感じです。はい、ね、泡も少ないですね。それでは飲んでいきます。いただきます。チョコのね、いい香りがしますね。うん、やっぱり美味しい。うまい。うん、あ、やっぱり美味しいですね。これあれですか、カルシウムも。はい、もちろん。そうですね、カルシウムもちゃんと 600mg 入ってますし、はい、タンパク質も、11g 以上入ってますし、はい、もうスペックも良くて、そしてね、やっぱりお子様に飲んでいただくには美味しくないとやっぱ続かないじゃないですか。うん、なので、もともとチョコ味ってすごくお子様にも人気の味なので、うん、まあ、最初はこのチョコ味で出してるんですけれどもね。なので本当にまあ美味しく、まあ、ココアに近いような感覚で飲んでいただけると思います。うん、結構ね、こういうなんかミネラルとかで入ってたら鉄っぽい、うん、すごいまずいイメージが僕はあるんですけど、はい、全然その感じがなくて、うん、そうなんです。非常にそこを結構作るときに、やっぱそのちょっと味が、そういうミネラル臭っぽいのがあって、うん、そこをやっぱなくさないとダメだよねっていうのはこだわって試作は重ねたので、うん、そういう一切ミネラル感感じることなく、味には影響することなく美味しく出来上がっていると思います。いや、非常に美味しいです。正直、はい、激うまチョコともうそう変わらないような、うん、そうですね、似てますよね、うん、味ね、下手したらそれよりうまいような感じがありました。うん、はい、じゃあちょっと次のね、新作飲んでいきましょうか。はい、いちごっていうのは今までね、初恋いちごっていうのがあったんですけど、まあ、こっちグレープっていうのが B レジェンドの中で今までなかったフレーバーなんで非常に楽しみですね。で、こちらジュニアプロテインっていう名前ついてるんですけども、まあ、特徴としてはやっぱりカルシウムが入ってるっていうことと、うん、タンパク質が入ってるっていうところが特徴なので、そのカルシウム取りたくて、でタンパク質も取りたい方という、全ての世代の方に、飲んでいただける、製品だと思っています。うん、なので、年齢上がってきてカルシウムね、やっぱり骨の健康の維持のためにカルシウムと、まあ、タンパク質も一部、骨に使われますので、そういったね、ちょっと骨が心配だなっていう方にも、取っていただきたいというふうに思ってますし、カルシウムってやっぱなかなか不足してしまってね、取りづらい栄養素でもあるので、そういう方に使っていただいてもいいかと思います。はい、じゃあ同時にね、作っていきましょう。あー、すごいいい匂いします、いちご。サラサラですね。グレープも最高ですよ。あ、すごい、100% 果汁のグレープジュースみたいな匂いしません？うん、
ね、ブドウのなんかそうライン入ってるアイスあるじゃないですか、こうバニラの中にビーって、いつも最後までね、そうあれのグレープのね感じがむっちゃいい匂いするじゃないですか。そう、すごいいい匂いなんですよ。もう匂いから美味しそうな匂いです、ね、わ、色綺麗。こっちは濃いですね、こっちは淡い感じですね。そうですね、泡立ちも少ないですね。やっぱどっちからいきますか。じゃあグレープからいきましょうか。グレープからいきましょうか、はい、それではいただきます。あ、ほんといい匂い。うん、はい、うまい。あ、おいしいな、これ。おいしいですよね。あの、さっぱりした、あのグレープって感じですよ ね、 そうですね。すごい甘いって感じじゃなくって、もちろん甘さもあるんですけど、あのさっぱりとした、まあ、かといってでも酸味すごいそこまで強いわけでもないくらいですか。そうですね、あのチューイングキャンディー感が少しあるかなっていう。なるほどなるほど、はい、そうですね、そういう味ですね。グレープのめっちゃ美味しいです、これ子供絶対好きじゃないですか、ね、美味しく飲んでもらえますよね、はい、これね。続いてじゃあイチゴ、はい、いただきます。うまい。声が出へんかった。あれですね、こっちのイチゴは、結構さっぱりめなうまいイチゴですね。うん、そうです ね、 ね、 ね、あの普通のプロテインの方と比べるとさっぱりめで酸味もあって、あるイチゴね、本物のイチゴに近いですよね。これほんで今水ですけど、そう、多分牛乳で飲んだら激うまじゃないですか、これ多分。激うまです。激うまなんですか。激うまです。やってみますか。そうですね、牛乳で割ることも考慮して。そうなんです、何回も何回も試作を繰り返してできたのがこれなんで、ぜひね、こう牛乳でも飲んでほしいっていう部分があるんですよ。じゃあそれでは牛乳でね、飲んでいきたいと思います。牛乳でやると、まあ、色がね、ちょっとあれですね、あの薄い、さっきのよりも乳化色になって、ちょっと薄めの色になりますね。いちごもさっきの色よりちょっと薄い、淡い感じですね。そうですね、このパッケージの色にそれぞれやっぱ近いな。やっぱりちょっと牛乳でやるとちょっとトロッとしますよね。うん、そうなんですよ、ね、特にやっぱいちごとグレープは酸味があるから牛乳とあの混ざって、それでトロトロするんですよね。じゃあチョコからいきます。はい、チョコですね。はい、いただきます。めっちゃうまい。めちゃめちゃうまいですね。やばい、すっごい美味しい。めちゃめちゃ美味しいですね、これ。すっごい美味しいですね。え、お子さんもこれやったら飲むでしょ、マジで、うん、これ嫌いな人いるのかなってぐらいの味ですよね。すっごい美味しいです。これでタンパク質も取れて、カルシウムも取れて、うん、ね、美味しく飲めて、だから本当にね、おやつで補食としてね、うん、おや、あの足りない栄養を補っていただくのに、美味しくね、毎日続けていただけるような、ね、僕最高じゃないですか、はい、これ。じゃあ次はイチゴいきましょう。イチゴ、私一番好きだから多いほうがいいです。いただきます。いただきます。うまっ、うまいな。私、本当にいちごミルクが昔から好きで、よくあの夏場とか練習、まあ、バドミントンの練習とか行ってきた帰りに、いつもいちごを、まあ、凍らしといてもらうんですよ、夏場とか、それで凍らしといてもらって、そのいちごと牛乳と、まあ、お砂糖と入れてで、いつもシェイカー、ミキサーでガーってやって、それを飲むのが大好きで、で、すごくその味に近くって、これが。あ、これ今のこれが。そうなんですよ。だからすごいびっくりしてて、本当に美味しくって、大好きなんですよ、この味が私。美味しいです、非常に。はい、じゃあグレープ最後にしましょう。あの、牛乳で割ってるんで、お水の時よりもやっぱり泡立ちは少し多いんですけれども、なんか普通のプロテインですと、結構泡立ちがね、あの泡があると飲むのが邪魔って方いると思うんですけど、子供
で、私子供の時逆に泡があってモコモコしてる方が好きで、うん、だからこれはその牛乳で混ぜた時の泡はあえてもう全然あっていいよねっていう感じですね。そう感じで、そんなに泡を消すことは考えずに、うん、あえてちょっと泡立たせるぐらいで作ってます。超美味しいわこれ。やっぱりちょっと飲むヨーグルトっぽい感じで、トロトロするんですよね少しね、うん、子供の頃にこんな美味しいプロテインがあったらっていうのが僕はすごい本当ですね、うん、子供の時って好き嫌いも多いですし、あのなかなかねその親御さんが栄養足りるようにって作ってくれても、まあ、食べなかったりとかいろいろとそういう時があると思うんですけれども、まあね、もちろんあのいつも言ってる通り3食の食事がもちろんベースなので食事ありきなんですけれども、まあ、そこにプラスアルファで運動してる子なんて余計に栄養必要ですし、ね、あの食が細い子もそうですし、そういった子にもね、あのまあ普段のプラスアルファであのこういったものを使っていただくといいかと思いますので、ぜひお試しいただければと思います。でこちらのねジュニアプロテインなんですけれども、7月22日月曜日ですね、お昼12時から販売開始となります。で1袋ねそれぞれ2980円で販売になるんですけれども、こちらね3点セットでお買い求めいただいた方に、こちらのねオリジナルシェーカーをプレゼントしております。こちら3点とねシェーカーをつけて買うとね9360円になるんですけど、今回ねこちらのセットで買っていただくと、8940円になりますんで、シェーカー分が、プレゼントということになります。そうですね、はい、お得になりますんでね、ぜひこちらのね新フレーバー試したいっていう方はね、こちらのセットをお買い求めいただければと思います。で僕たちがあの子供の頃にねこんな商品あればいいなっていうのを考えてね、こう試作を何回も何回も繰り返して、水で飲んでも牛乳で飲んでもね美味しいプロテインっていうのをやっと開発することができましたんで、ぜひねこちらお試しいただければと思います。それでは今日の動画が良かったという方はグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは次の動画でまた会いましょう。さよなら。